8月4日、サークル K 四国株式会社の村上社長と JA 愛媛南の黒川理事長らが県庁を訪れ、中村知事に新商品宇和島産ブラッドオレンジのソーダの発売報告を行いました。村上社長は愛媛県で生産されたブラッドオレンジの魅力を全国の消費者にいち早く届けられるようにしっかりと広報活動を行っていきたいと述べました。これに対し中村知事は、県でもブラッドオレンジの販売促進に取り組んでいたところ、このような新商品の発売はさらなる PR につながるものであり大変感謝している、今後も継続した商品開発を期待していると感想を述べました。